はいどうも。ティッシュを買いにコンビニに行ったのに結局昼飯だけ買ってティッシュを買わずに帰ってきた男ミソです。はい、本日はですね、洗濯ガチャ券で取れる今フリート強化で超一線級になっているキャラたち4選皆様にご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。一番下のね、このキタレパワープロ V2024PSL 選択ガチャ券で取れるキャラたちですね。はい、これ何のガチャ券かと言いますと、白無垢かぐやがゲットできたガチャの副産物でもらえるやつですね。はい、まあ皆さんもちろんね、白無垢かぐやは引いたと思いますので、まだね使ってないよという方もいらっしゃると思います。そんな方の中で今のねフリート強化のデッキに悩んでいらっしゃる方ね、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思っております。はい、まあ聞いた上で全然使わなくてもいいのでね、はい、まあこのキャラが強いよっていうのだけ覚えて帰っていただけるのも全然 OK です。それでは早速見ていきましょう。まず1体目は今回の目玉ですね。はい、こちらサンタミオちゃんということで、まあ今回推奨する4キャラの中で一番ね強いかなというふうに思っております。筋力鍛錬の前イベで、テーブルがマジで強いです。タックボーナスまで 150% 持っていて、得意レンジタップが 20% プラス固有分で 30% で、筋力練習改革もあって骨イブリッツアップも 50%、はい、でこのとんでもない筋力ボーナス30も持っているということでですね、はい、もうフリート強化適性抜群のキャラとなっております。まあ、ゲノムから引き続き使えるっていうのも嬉しいですね。はい、でゲノム環境でね、残念ながらゲットできなかったという方はですね、もう全然取っていただいて OK でございます。うん、まあ金徳もね、牛若プラススイープと、まあちょっと弁償系の重いやつ2つなんですけども、うん、まあ査定はめちゃくちゃいいんでね、はい、まあ取れれば問題ないかなというふうに思っております。まあしかもね、役割もね、青のバウンサーということで、青枠もね意外と探すと少ないんですよ。という中でこのサンタミオちゃんがしっかりと枠埋めてくれますので、うん、まあもうほんとね、持ってるだけでね、サクセスの快適度合いが段違いで変わってくるかなというふうに思っております。はい、なのでまあ今回一番獲得おすすめしたいキャラの一人ですね。では2体目見ていきましょう。2体目はね、超意外なキャラです。私も持っておりません、ある意味。はい、ということで2体目がこちら、通常ゴブリンということでね、いや、なんで通常バージョンなのっていうね、お話なんですけども、まず、肩鍛錬で後イベっていうのが偉いです。で、一番大事なのは筋徳。はい。左キラープラス、9回の頭脳が取れるということでですね、これがね、強くてですね、今、キャッチャー育成で猛威を振るってるキャラの一人でございます。まあ、私もね、サクセス動画上げようかなと思ってるんですけども、この9回の頭脳が、まあ、言ってしまえば、キャッチャー版の思考ですね。はい、なので、オリジンサクセスにおいて、とんでもない査定を秘めております。はい、なので、それだけでね、価値が、採用価値が今上がってるという感じですね。で、それに加えてテーブルもバカにならないんですよ。タックボーナスが50になると 90% プラス固有分で 110% に加えて、覚醒でタックボーナス 40% 漏れますので、タック 150%、はい、つけることができます。で、上限もね、肩上限しっかり埋められますし、骨イベント率アップもねしっかりと持っておりますので、はい、体力回復にも貢献してくれるといったところで、まさかのね、まあ、チャンピオンゴブリンに混ぜてしまった方、私を含めて多いとは思うんですけども、はい、まあキャッチャー育成するんだったら、まあ低解放でも、うん、PSR40 でも使っていきたいキャラの一人ですね。はい、 PSR40 であれば、覚醒でタックの 40% 分漏れますので、はい、ということで2体目はまさかの通常ゴブリンでございました。では3体目見ていきましょう。3体目がこちらですね。はい、
アイドルパーちゃんになります。はい、まあ今日サクセスでもね動画公開させていただきましたけども、守備鍛錬の前イーベイのキャラとなっております。まあ守備練習っていうのがでかいですね。はい、で、まあ、パーちゃんもちろんこの至高の一塁手プラス重戦車が取れるということで、まあ、この至高の一塁手取れるっていうのがマジででかい。うん、で、テーブルもめちゃくちゃ強いですね。うん、得意レンスアップ 25% で、条件2種に加えて初期オークアップも入ってタックが 100% でプラス覚醒でタックプラス 20% つきますので、はい、めちゃくちゃ偉いです。しかもこれ SR の覚醒でつきますので、うん、全然 SR でも採用価値あるかなというふうに思っております。なので実質 SR で 120% のタックボーナス持てるという感じですね。うん、まあ青春ボーナスまでつけられたらまあ美味しいですけども、はい。で役割も赤のスナイパーということでですね、はい、まあ海賊の撃退に大いに貢献してくれます。あのね、飛行先をよく見てみると守備練習で赤っていう枠を持ってる高校が意外とあるんですよ。うん、なんでそのところでアイドルパーちゃん結構活躍してくれるかなというふうに思っております。まあ赤のキャラも少ないんでね、はい、シンプルに赤枠で困ってらっしゃる方、うん、獲得検討してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで3体目はアイドルパーちゃんでした。でラスト4体ね、もう予想できてる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、こちらですね、アイドルワーちゃんの方ですね。はい、このアイドルのねパーちゃんワーちゃん2人ともめちゃめちゃ強いです。ワーちゃんの方はメンタル鍛錬の後イーベイですね。はい、でテーブルがめっちゃ強い、得意レンジアップ 30% でタックボーナスが固有含めて 70+20 で 90% ですね。はい、他のテーブルは全然無視していただいていいんですけども、それに加えてのこの覚醒ですね。バーチャルの場合は PSR じゃないとこのタック 40% 上乗せできないのでご注意ください。合わせて 130% になります。はい、でバーチャルの方はこの至高の二塁手プラス規約ヘッドが取れるということで、はい、まあ至高二塁手育成でまあ進化を発揮してくれるという感じですね。うん、まあ私もねこのワーチャーの方はなんだっけ南極バージョンに混ぜてしまったんですけども、うん、まあ、まさかねまたこういう感じで復活するとは思わなかったですね。はい、まあこのパワープルアプリのまあ言ってしまえばいやらしいところって、こういうなんていうんですか、まあ、通常バージョンとか、まあ、別バージョンって言いますか、なんていうんだ、別バージョンの別バージョンが出てもこの1個前の別バージョンのキャラが活躍するっていうね傾向が本当にありますので、はい、だからねそういう風になそれを考えると意外と解放のたまりもできないっていうのがね、まあちょっとね難しいところですね。うん、まあただねこうして今大活躍してるという事実は紛れもないので、はい、まああのメンタル枠に困ってらっしゃるという方取ってみてもいいんじゃないでしょうか。うん、まあ一応カジアンカがねあのメンタル練習持ってますので、うん、まあ全然ね彼一人で足りるんですけども、まあ二塁手育成の時だけまあ入れてあげるとね、まあ、メンタル2枚編成で普通に安定しますし、うん、まあメンタル練習でまあワーちゃんは緑のガードなんですけども、緑っていう練習も結構ありますんでね、はい、まあサクセス自体も、まあ、体力がきついフリートにおいては安定感増すんじゃないかなといった感じですね。はい、ということで、まあ、もう一度まとめますと、今フリートで超一線級のキャラたち4体、サンタミオちゃん、通常ゴブリン、アイドルパーちゃん、アイドルワーちゃん、この4体ですね。はい、まあ、ぜひ、まあ、サンタミオちゃん以外は、まあ、言ってしまえば至高キャラになるので、うん、汎用性自体はね、そんなに高くないので、うん、まあ、そこだけはご注意ください。あと、懸念点といたしましては、まあ、おそらく、まあ、最強決定戦をね、やるよっていう予告来ておりますので、
って、まあ、どっかでこのフリート強化のなんか攻略ガチャみたいなのが来るかもしれないですね。そこに、まあ、今言ったキャラたちが入ってくる可能性全然ありますので、まあ、そのガチャを待ってみるのもいいかもしれません。まあ、あくまで予想ですけどもね。はい、っていう感じで、今選択ガチャ券で取れる超強力キャラたちの解説終わりたいと思います。チャンネル登録していた方ぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。